全国のマリカーファンの皆さん、スラマッパギーのもちはやです。マリオメーカーの実況をやっていきたいと思います。ではまずはこちらのコースから、スーパーマリオクラシックワールド7-4ということでやっていきたいと思います。鍵ドアがあるね。まずは大きくなっていく、全体的に大きくなっていくからの、当たるやんこれ。危なっ。こやつに乗ってピンクコインを冷静に回収し、これ帰ってくるのか、さ初期値に。やべえ、もったいな。せっかくここまでデカ状態で行ったのに。これは間に合うのかな。これは緑の悪魔いらねえ。はい、一応カノン組みつけておこうか。のこのこエロいなこれ。はい、ここはアンチ。ピンクコイン回収して、ピンクコイン。もう赤コインでもピンクコインでもいいよ。なんでもいい。OK。伝われば OK。からの、左に、右に流れましょう。これもエロいな。持てるっけ初代って。いや、持てない。初代持てない。ちょい落ち着いて。なに、これ何何ちょい危ねえ。これいけます？そしたら。いけるわ。全然いけたわ。OK。中間ゲット。叩いて、大きくなって、からの、こうか。OK。そして、一番右の方がいいな、これ。で、ちょっとタイミング合わせて、こうだな。なんかデカ状態で来れてるけど。ふっ、しゃがんでいく。タイミングはここだな。いや、バチコリあったわ。で、ピンクコインを落ち着いて回収して、ワンワンオが、こっち向け、OK。わーってやってるタイミングで抜けていく。これはどこ行ってもいいけど、まあここが一番安牌か。でジャンプして、じゃあここで一回降りて一回こうしましょうか。でこうなって、ここアンチだよね。タンタンと行きまして、からのコード、オゲイ。でこれ取れるんですな。地味にここやだな。早かったか。うえー、ここむずいな。この地区は難しかったわ。中間入ったせいでピンコインがなくなっちゃったので。あぶねえ。うわー、落ち火でクッパと戦うの嫌だな。オッケー。ピンクコイン取って左に帰れば。でもさ、だよね。最後ここクリア楽にできるか。いや、でもな。割に合わねえよな。バックスローが難しいだろ、これ。スピードラン行きましょう。ワールドスキンだそうですね。ぬるりと参りましょう。からの？上から？オッケー。ジャンプして、跳ねっていく。ビヨーンっていく。からのドスン。ミスった。ギュイーン。からのズドン。からのスピン。一回食らって、ここはジャンプを挟み。スピンか！そこでスピンすんのか！クリボン踏んで、パンに投げつけて、ジャンプして、ビヨーンからのズドンからのスピン、ジャンプからのジャンプからの、ここでスピン、かまして、はい、もう一回スピン入れるらしい。ういからの、投げて、スピンして、ふ、怖い、ジャンプだろ？よし、オッケー、グッゲーム。ハラちゃんがお尻を突き出すのは、万対象のようです。下ネタだな、これは。やったぜ。ここジャンプなのか。さあ、冷静に。ジャンプを決めていく。かぶった。踏んでいく。これ投げるらしい。で、ジャンプして、叩いて、踏んで、踏みまして、からの、パウ持って。どっかで投げる、絶対これ。ここで投げて、ここで吐き捨てて、これは食らっていく。グルーゲーム。クリスマススペシャル爽快ギミック90秒スピードラン参りましょう。早速やらかしていく。これでもいいんだ。でも多分時間余る系だと思うんで大丈夫だと思います。じゃあバチコリコイン集めていきますか。主戦度のように金を集めていきましょう。取れる金は全部取っていく。なるべく税金は払わないマリオでいたいよね。ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけども、蹴飛ばしていく。鍵ドアに入って、
いやー、おっと、いろんな人がね、動画見てると思うんですけどね。まあ、やっぱり、若い層が多いと思うので、税金の話とかされても困りますよね。あそんな話しなら詰まっていく。危ねえ。ただ一部ね、社会人の方も見てくれてると思うので、うんうんって納得してもらえる時期だよね。かったるい時期ですからね。税金対策とかね。ほっ。確定申告とかね。かったるいですよね。言っちゃえばね。納税の義務とはって言いたくなっちゃうよね。マジ？さあ、じゃあ改めて仕切り直してまいりましょう。せっかくなんでね、綺麗にクリアしていきたいところではありますが、相変わらず初戦後のようにお金を集めていきましょう。コーラ蹴っ飛ばして左に走る、そりゃ走るよな、スピなんだからな。今度は右に走る、そりゃスピなんだから走っていく。話は踏んでスピンかわして、うーってバネに当たりながら荒波に揉まれる。まるで人生のようにスピードランをこなしていくマリオ。俺は乗っとくだけ、これも乗っとくだけ。そういう時期もあるよね。とりあえず進学しとこうぜみたいな感じかな。コインを冷静に集める、アルバイトをしてお金を集める。蹴っ飛ばして、ここはジャンプだ。よし、いいぞ。どっかに引っかかりそうだけど、なんだかんだでいけちゃうのが人生というものを。そして新たなステージに入っていく。コインを集める、相変わらず主戦度のように金を集める。結局そういう人生なのか、マリオさん。コインだけを集めていくスピードラン。さあ行きましょう。そろそろ死にたくないぞ。そろそろさっきやられたとこだぞ。ジャンプしてコインを集めていく。たまにはね、取り逃しもあると。取りっぱぐれもある時あるでしょう、カイジみたいね。ここは右走っとくだけ。オッケー、鍵ドアに入っていく。新たなエリアだ。やったー、これはゴール癖。まだあるまだある、バリバリある。1アップ、1アップだ。クッパジュニア、難敵も倒し、部長を倒して、もう一回、もう一回部長を倒して、あなたが社長になる人生でございました。CEO 就任、おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。これは、一体何が起きてるんでしょうね。だって1画面で収まってるんですよ。で、ベストタイムが、まあ、4分50秒。だから、およそ300秒だよ。そうだよね。およそ、うん、290秒。うん、およそ300秒ですよ。意味不明だよね。これ何が起きるんすかね。じゃあ早速行きましょうか。いけーということでやっていきたいと思います。ああ、そういうことか。そっちから始まるのか。なるほど。ここ入っちゃうと当然クリアできませんよねっていう話なんですけども、マジ？この隙間そんなにかかります？時間、まあ、当然よかったったらこう入っていくと死んでしまいますが、このじんわりとある隙間に入るとスタート。マジかじゃあ早送り行きますか。ついに来ましたね、最後の砲台まで。もう右腕が疲れた。高速連打、通称ジッタクリック。だからもう筋肉に限界が。オッケー、ベストタイムをバッコリ更新していく。難しめになってるスピードラン、 YouTuber への挑戦状。挑戦状受け取ってしまう。ここは受け取ってしまうのか。いたしか、おっと、いたしかたないのか。120秒で、これもしかして時間ギリギリタイプか。いやでも、これ多分大丈夫だな。多少詰まっても多分大丈夫だと思う。クリアチェックの時におそらくだけど、本人も詰まってると思うので、多分大丈夫。ひぃ、これ大丈夫か。危ね、ギリチョンセーフでしたね。危ない危ない。
ほいからの、一旦ストップからの、ほいからのスタートって危ねえな。で、こう降りて、こうかな。うわ、危ないっすな。はいはいはいと。オッケー、おめえ。うっと、たたた。あ、ないのか、コメ。オッケー、ありがとう。優しさを感じていく。ドア入って、残り72秒。もう一丁スピランですね。スピランじゃない、スターランですね。なんもねえ。危な！今ジャンプで通り越してたらめっちゃ危なかったぞ。56秒。あ、たた。これまずいのでは？やらかしたのでは？どうしていっていいんだ。あ、これ危な。真ん中叩いたらダメなやつじゃん。地味。次のパワー持っていかなくて大丈夫そうだね。投げて大丈夫。上行って、ここ抜ければ大丈夫と。おっと。おっとと、上見てこなかった。な、大丈夫か、これジャンプするやつか。大丈夫、パウでした、オッケー。壁キックかな。壁キックですね。壁キックだね、オッケー。壁キックを決めていく、オッケー。壁キックしていく、残り16秒。あ、しまった、ここが時間見えない。やらかした。ただいま帰ってまいりました。だいぶ早く来れたね。まあ内容分かっちゃうとな。さあ残り15秒でクリア。壁キックコースいきましょう。難しめだそうですが、さあいかがなもんか。お題関係なさそうだよな。ワンチャン上行け。待てね、ルートが、あ、違うのか、こっちか行くの、ん、違うな、あ、違う、ドア入るのか、ドア入るんだな、こうだ、こういうことだ、こっちだ、で、そこに繋がってんだ、で、一回下っていいのか、ばっこり、じゃあこっちだね、こう行って、中間ありました。でっかいと難しいぞ。多分落ち火になった方が簡単だぞ。あえて一回食らって壁キックして、うわっ、危なっ。ここだな、ここで壁キックすればいいんだ。オッケー、でドア入って、次は何だ、どういうことだ。スピンしてこうか、上乗って、これは持っていく必要はないよな。こっちだよね。オッケー。あはゴールだった。ガチスピードラン。点点かな読み方は。いきましょう。30秒。こうなって。あ、こうか。なるほど。で、はい。はいと。なんか生き方ちげんじゃねえか。ちょい待ってくれ。死んでいく。はい。からのー、からのー、ほ1,2,3 ここで入っていく。ほう、左くるんからの投げて入っていく。左にスピンかまして、よいしょ、船からの抜けていって、ファックー。自分くらいは自分を信じてあげましょう。もっともっと難しいコースを10、100、何百とクリアしてきたんだからね。自分くらいは自分を信じてあげるかな。っていうかっこいいセリフを普段からティンコーとか言ってるやつが言っちゃダメなんだよな。左来る。あぶね。ティンコーですわ。このね、ステージ、このコースはね、総評、まだクリアしてないけど、総評するならば、非常にエロいですね。非常にエロい。動画を見てるみんなと同じ。非常にエロいわ。あぶね、鍵戸入って、左に来るの入れて、冷静に無言実況挟んで、無言実況、パワーワードだ。どういうこっちゃ。からの、落ち着いて、
よしオッケー、乗っかってしまえば俺のものよ。よっしゃー、クリアしたー。